風間光也、右上がっていくのが田中圭太です。ちょっと様子を見てクロス上げてくる池田、開始1分、田中圭太のクロスに見事に合わせた池田蓮のゴールで琉球先制。池田のゴールで幕開けです。そうですね、ここで距離取れて田中圭太選手が仕掛けられたのが大きかったですね。そこで池田選手の最初のポジション立ち位置が良くて、まあ、ディフェンダーの影から前に飛び出していって、いや、うまくねじ込みましたね。あ、合わせましたね。当たってるんですね、ディフェンダーに当たって、少しキーパーにとってはね。伊藤の左足のフィード、小川に合わせるボール、小川の落とし、ここに大森、大森が中で松本、小川幸喜のシュートは田口、ちょっと、はい、岩田のいいとこ出ましたよね。転がしてショートコーナー、遠藤、そして大森、ふわっと浮かせて合わせてくる田口、よく止めた、ナイスキーパーですね。よく触りました、うん、田口純人、うまく奪いました、うん、で大森、小川幸喜走る、小川幸喜のシュート、田口ナイスセーブ、ナイスキーパーですね、うん、あってもおかしくないというぐらいコーナーキックのチャンスはあります。遠藤、田口、うん、あ、ここはファールを取りました、まあ、勇気あるプレーですね、うんうん、大森のプレスバックで前に行かせません。でカウンターのような形になります。松本が運ぶ、松本、田口ナイスセーブ、よく止めました、田口。しかしこの松本のシュートもこう期待感ありました、ね、これでシュートのシーンですけど、思い切りよくね、うん、まあ、遠藤からボールを奪ったのは琉球です。清水が運ぶ、あ、清水抜け出した、清水1対1だ、ナイスキーパー、張った、大津右サイド深いところクロス、ヘディング、田口ナイスキーパー。90分を過ぎてアディショナルタイム4分です。大井のヘディングシュート見事に反応して止めました。いや、ちょっと後ろ